ヤッホー YouTube、 どうもなきです。さて今日もヘアスタイル解説やっていくんですけど、今日は彼、阿部亮平くんのヘアスタイル解説をやっていきます。ちょっとコムどいて、ちょっと今日ここに小麦がいます。でまずすみません、やっていきますね。じゃあ、阿部亮平くんの部屋、まずこれなんですけど、まあ基本的には、まあ、段もちょっと入ってます。上は段もちょっと入ってるんですけど、まあ押さえつけてセットしてるんで、まあ、あんまりナチュラルなセットすぎず、ちょっとこう分け目もあんまりこうや見えないようにセットしていくような感じなんですけど、卵型だったり、あとはこういう押さえつけてセットする人って、ホームベース型みたいな人って結構合いやすいんですよ。なぜかっていうと、ホームベースの人って、まあ、ここがエラが張ってるっていうのもそうなんですけど、このおでこのところが結構四角くなってたりするんです。ここがかくって、だからここを隠したいの。そういう人ってこう前髪を下ろしてたりとか、こうやって押さえつけてここの辺をかぶせて丸く見せやすくするってこともできるんで、そういう人には合いやすい、やりやすいヘアスタイルだと思います。基本的にはもうナチュラルなショートでいいんですけど、で襟足も押さえて、あんまり段もつけて、ただ面で見せて全部重いままだと難しいので、頭の形に合わせて丸く切ってもらうようにしてもらって、自然とこう押さえつけられるような感じ。ここの襟足だったりとか、ここのもみあげだったりのところとかは、量をすいてもらってもいいし、段ここだけ極端にちょっと段をキュッとつけてもらうと、段がついてるとそのまま押さえやすくなってくるんで、段をつけて押さえるっていう方法もあります。襟足とかもみ上げは、で上は丸くグラデーションっぽく丸く作ってもらえるようにしてもらって、上だけここね、トップの部分だけちょっと段を入れてもらうと、セットしててもちょっとここに高さが出やすいんで、ちょっとおもながっぽく見えやすいような感じにもなります。だからおもながな人であんまりこう高さが出したくないっていう人は、セットの時にちょっと押さえてあげればいい。ただここをあんまり面でペタってつけちゃうような長さにしちゃうと、ちょっとバランスが悪くなっちゃうので、その辺もちょっとこう美容さんと相談しながらやってもらうといいかもしれないですね。基本的にはそれは難しくないような感じ。前髪もっと長くても正直いいと思います。でこの時の髪型なんですけど、この時の髪型はちょっとパーマかけてもいいかなっていうような感じだと思います。全体的にショートで切ってるんですけど、さっきよりも全体的にちょっと動きがありますよね。なのでちょっと段をさっきのヘアスタイル、ちょうど面で見せたような感じのちょっと重さのあるヘアスタイルに、段を全体的にちょっと上に入れてあげる。段で全体的にトップから上の方から全体的にちょっと入れてあげる。でそれに対して毛先中心にちょっとパーマをかけてあげて、動くような感じにしてあげると全然問題ないかなと思います。でここにすごいボリュームが出てるから、ここに段をしっかりと入れてあげる。たっぷり横は押さえつけてあげてもいいし、ちょっと段を入れてもらって動かしてもいいんだけども、このトップの部分に特に段を入れてあげることによって、ここだけはもっこりしやすくなってボリュームが出やすいんで、こういうヘアスタイルの場合は、まあさっき言ったようにホームベースだったりとか、丸顔の人でも、丸顔卵型みたいな人でもいいし、縦に見せたいんだったら丸顔でもいいし、でここを押さえつけたいんだったら、ちょっと重長の人でも横だけこう動かしをねつけてあげて、ここは押さえてあげて横に丸くしてあげるっていうスタイルも全然ありだと思います。その辺もまあ自分の髪型だったりとかバランスを見ながら美容さんと相談して、前髪の作りとかもね全然上げてもいいですし、上げるんだったらあまりホームベースの方の人は良くないし、ホームベースの人だったらちょっとこう押さえつけてあげてもいいし、その辺もにバランスが取れやすいヘアスタイルだと思います。この時なんかはちょっと段が少し重めかな、さっきよりもちょっと重めにして、ちょっとどちらかというと横広がりになってきてるような感じ。ただこれってちょっと間違えるとちょっと四角くなっちゃうんだよね。四角くなっちゃう、重さが出すぎちゃうと、要は高さが出ないんで、その分横に広がっちゃうんで四角く見えやすい。ここちょっとだけここ高さ出てるからまだいいものの、これが高さがなくなっちゃうと、上だけこう手で隠してもらうと分かるんだけど、こうペタッてやってもらうと四角い台形みたいな感じになっちゃうんだよね。台形みたいな感じになっちゃうと、ちょっとヘルメット乗っかっちゃってるような感じになりやすいので、それを崩すためにも少し段を入れてあげて、ちょっとストレートアイロンとかでちょっと動かしながらやってあげるといいかなと思います。であんまりこう量を減らしてやっちゃうと、このちょっとボリューム感っていうのはなかなか出にくいので、どちらかというとまあちょっと段を基本的にメンズのねショートっぽく切ってもらって、長さを残して切ってもらいつつも、量は毛先だけちょっとすくような感じでいいと思います。ちょっとだけ毛先すいて、本当にもうちょっと茶髪に染めて、でその毛先動いたところをちょっとワックスとか、
どっちかっていうとね、ジェルとかそういう柔らかいのじゃなくて、ちょっと固めなファイバー系のワックスの方がいいと思います。で、ちょっとつまみながらセットしてあげるぐらいなナチュラルなセットでいいと思います。あんまりこうつけすぎっていうのは最近あんまり普段使いはしないと思うので、ちょっとそういうワックスとかで少し仕上げてあげるぐらいでいいと思います。そんなにまあ難しくはないヘアスタイルなんだけども、ここのね高さを出すか出さないか、四角くならないようにするかしないかっていうのは、その自分のね頭の形だったりとか顔の形とかにも合わせてあげてセットしてあげたりとか、オーダーしてもらうといいと思うので、その辺もぜひやってみるといいかなと思います。で、多分これもそうなんだよね、これもそうなんで、この時はちょっと結構しっかり短く切ってますよね。で、これも上から動かしが来てて、横がさっぱりしてるので、基本的にはここのこめかみの位置から、ボンのくぼから、ボンのくぼじゃない、ごめんなさい、こめかみ8、ボンのくぼぐらいのところまではしっかりと短く刈ってもらって、ハサミでやってもらうのが一番いい。バリカンでやっちゃうとどうしても頭の形そのまんまグッと出ちゃうんで、頭の形をきれいに整えるためにもちゃんとハサミできれいに、バランスをとって刈り上げてもらうのが一番いいかな。で、みんまりさっぱりしてもらって、で、まあ、バリカンでやるんだったら1.2mm とかちょっと長めでやってもらって、そこからちょっと周りを整えてもらうような感じでいいと思います。で、上の長さっていうのは前髪長いけども後ろは短いような感じなんで、ちょっとここ短くて、僕の極端な話で僕のちょっと短いバージョンみたいな感じ、僕はここが短い、すごい短いような感じに切ってて、前髪が長い状態なので、これのもうちょっとギュッと詰まったような感じ、まあ僕ぐらいでもいいんですけど、僕ぐらいの髪でちょっとセットしてあげても全然いいと思います。ただここまで極端に刈り上げがね上だとちょっと、なんだろう、普通だったらなかなか、まあ、美容師だからやってるってわけでもないんですけど、大体まあ盆のくぼからちょっと上のあたりぐらいまででもいいと思うので、そのぐらいまで髪の毛が長くバージョンで、この上だけ短くして前に長くすること、これが大事で、ここが短いとただのショートっぽくなっちゃうんで、ちょっとおしゃれをしたいなっていう時はちょっと前髪長くしてこう前髪にくるような感じにしてもらうとバランスはいいかな。これだったらまあ黒髪でもいいし茶髪でも全然いけると思うんですけど、まあ、ジェルとかで仕上げた方がこういうのはキリッとしやすいので、毛先ちょっとすくぐらいでいいと思います。で、ジェルの時って髪がセニングとかで細くなりすぎちゃうと髪に力がなくなっちゃうんですよ。なので、なんだろう、なんかちょっとこう細い毛がただ光ってるみたいな感じになっちゃうんで、ジェルとかで仕上げる人はどちらかでも本当毛先だけちょっとやってあげて、ジェルでしっかりガチッと男らしく固める方がかっこいいと思うので、その辺もまあセット剤の使い方とかね、美容師さんと相談しながら、自分の髪質合わせながらやってみると思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。